こんにちは、ブルークホースです。ということで続きやっていきましょう。ってここどこやねんっていうツッコミからありがとうございます。なんか円卓がねここにあるんですよね。なんかすげえ端っこの方にあって、でとりあえずあの前回ここかここでなんかボスっぽいやつ、まあボスなんだろうなと戦った結果フルボッコにされて、で兄貴に助けてドライボーンってやったら、とりあえずお前まずレベルを上げろタコライスって言われて、でさすがにちょっとゲームの攻略サイトをね拝見したんですよ。そしたら俺レベル10なのに30で倒してくださいって書いてあって、あ無理ってなって、残念でしたまた来てねうる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 っていう感じだから、とりあえずレベルを上げるためにいろんなところをさまよってみようっていう感じになってるってところですね。あのなんかいかちいやつは後で会いましょうということなので、雑魚敵を中心にフルボックくんなんだ。おえ何何何何何なんかすげえイカチーノがいるんだよな。そう なぜみんなそうなんだい。声かけるんだったらさ、分かりやすい場所にいてさ、私ここですよっていうことをちゃんとはっきりと言ってくんないとさ、わかんねえだべや。じゃあポイッと。つうわけで、なんか声だけかけられたけど、もうなんかよくわかんないから。おらら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 。よいしょー、逃げんじゃねえよ。なんだ。ういよいしょー、せい。あら、待って。ゴリゴリ逃げやがる。オッケー、死体を漁ると遺跡石っていうのかな、遺跡石なのかな。あれ2匹、あれ、ああめっちゃ怖がってる。あれこれ敵だけど怖がってやってくねえってやつか。ゆいじゃあロロノアゾロのミゲットで、こっちはなんだ水源っぽい感じがする。わあオートンボ飛んでる、ずーってこれヘをしてましたよ。黄金ルーンゲッツ、さあ来い、ついついこ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 いなんかね、いろいろとね、散策をしている際に見つけたやつだな。こいつなんか、ごついんだよ。で、なんか時々ガスを噴出して、その間に行っちゃうと、なんか毒が回って、ああ輪郭が見えていく、俺薬やってないのに、危ない。わあ、なんかすげえ焚き火してる。水の中で焚き火してる。なんてやろう。スイッ、オッケー、チュー、オッケー、これを倒すとルーン手に入ってるな、一応手に入ってるな。焚き火をしてるやつとかもいるし、よし、オートンボやろうぜ。ムトンボ、アデックトンボ、違うかな、アデックトンボではないんだよな。あれどこ行った、オッケー、アデとクンボなんだよな。そう、ヤニスのさ、本名さ、いや、ヤニスの本名って別に偽名もクソもねえよって話なんだけどさ、あのヤニスの名前を初めて見るとき、アデとクンボなんで、アデとトンボだと思ったからね、これはあるあるかもしれない。いや、俺だけで、とりあえず、なんかトンボがいろいろ飛んでな、あれトンボめんどくさそうだな、なんかチラチラ飛んでてさ。んで、おいしそうなカニではない。全然おいしそうではないな。あいつ、どうやったらやられる、ハンマークラブで、うっそー、うそ、怖い、早い、いや、ちょっと今ね、あのでかい系女子とね戦うのはね、極力ね避けたい。無理。で、なんかどっかでさ、焚き火やってなんだ、でっけえ棺がありますな。ポイズン、危ない、うわ体力がゴリッと削られてきた。
あれこれってどうしたらいいの？これちょっと待って。言いたいことも言えない、そんな世の中になってる。あれこの状態だと死ぬんじゃねえか？待ち。もう一回。ちょっともう新規開拓をした瞬間にやっぱりね、こういう死と隣り合わせっていうのがもうたまらなく怖いっすよね。で、ああ戻って、あれめっちゃ体力回復してる。あれ戻るだけであれなんだ、一応体力が回復するんだね。ってことはあいつら生き返ってる？俺たち私たち生き返ってる？トゥルトゥルトゥ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 トパート今これ6かなにしてようやく、あそうなんすか、これオープンワールドのゲームだったんですねっていうことに気づくというか知るっていう。やっぱちゃんとね、オープンワールドのゲームはね、特にこれ死にゲーって言われてるじゃん、ちゃんとね攻略サイト見ながらやらないと大変なことになりますわな。よし、じゃあ降りますか。降りて、あえて過酷な岩場を行く。あちょちょ待って、なんだ引っかかった、新規化館ランドセール。ちょっと待ってね。よし。さあ行くか。だ。わあめちゃめちゃいるなこう。とりあえずちょっと、うわー体力が半分にゴリッと削られている。お金ちょうだいと。じゃあこっち行くか。あっちでもなんかくつろいでるやつがいるな。だから、なぜさ、この武器を勝手に持ち帰るんだ。これなんか武器を持ち帰るあれがなんかあるのか。ドゥルンドゥル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 ドなんかやべえのがいる。なんかもうやべえのばっかりだな。あっち行きたいな。まだ高すぎる。まだ高すぎるってどういうこと？おやすみなさい。壊れてしまった。よし、バレてない。さーて、こっちのサザエさんは船です。うわーいっぱいいる。あっち向かないかな。あ、なんか上で、おーい、あ、なんかギターマンドリン弾いてない？マンドリン部ってそういえばあったな、昔な。ギターマンドリン部ってやつな。しかもあれギターじゃなくてバイオリンっぽい動きしてるけどな。なんであいつはみられてんの？あいつだけはみごになってる。本当にはみられてるんだな。よし、みんな3、2、1、はみ！せい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 、やっ
OK、チャラチャ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 ーってのか。これルーンを稼げてるんだけど、一応さ、どんだけ稼いだらいいとかあるのかな。いや、まあまあ、そのなんか100万ルーン手に入ったらレベルが30になりますとかだったらすげえ嬉しいなと思うんですけど。で、おって お姉さん見て見て。あ、なんかまたもう進撃の巨人が2匹もいるじゃねえか。無理だって。人類がその日改めて認識したって言ってたじゃんか。あ、またなんかやってる。待って、これ壊した。よし。ああ、そうだよ。あ、あれ、ちょっと奥のやつらも歩いてきてる。さよならバイバイ。俺は誰とも会いたくない。ペッペカチュー。さーて、あ、これまだ来てる。ちょ。じゃこっち行くわ。こっち行くべ。これでバレないべ。なんかオーラが出てるんだけど、オーラ出したらダメだって。あ、巡回し始めてる。あ、そういうこと。罰ゲーム受けてたんだ。鎖でぐるぐるにぐるぐるしてさ。ってことは、あれ、この状態であいつを攻撃したら意外とこう動けなくてやれちゃったりするだよね。そういうことだよね。そういうことだろ。じゃらん。さっきからめっちゃ気にしてんだよな。いや、でもあれなんかさ、こう攻撃下手にしてさ、やった瞬間さ、こうシュンって動き始めたりとかするんじゃないかなっていう予感はしてるんだけど、なんでお前は分かってないんですかと。ほい、ほい、ほい、オッケー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 。よし、順調に分を稼げているね。さあ、しれっとお宝物を取れない。取れなかった。無理でした。ちょっとちょっかいかけてみる。よいしょ。これ最近知ったんよ。えい、うい、出てー。やばいやばい、無理。ごめんなさい。飲む。あれ、あ、こうだ。チュイーン。よいしょ。ツッ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 。スイーン。逃げろ。で、もう一回ドーンするだろ。やばい、回復。お前、そしていつの間にかあの鎖がちぎれてた気がするんだけど。ああ、やっぱり卑怯な戦い方をしちゃいけないっていうか、体力高くね、あいつ。あれなのかな、足しか切ってないからなのかな。くそったれー。祝福で休め。ここどこ。金がゼロになっちまった。ほんとあれ、毎回思うよりポケモンよりも過酷なんだよな。こう死んだところまで飛べればいいんだけどね。あれ、これなんか、あ、違う、あれ ルーンの場所ここですよっていうことを教えてくれてるのかな。 you there. Could you help us out, Cully? え、違う。だからどこにいんのよ、そのさっきからさ。俺がそんななりしてくからよって言ってるやつさ。 you? ここ yeah, you there. そこのあんただよ。 you can't see me. いや、羊の移動の仕方ってあえて丸々んだ。知らなかった。初めて知ったわ。みんな知ってた。俺知らなかったわ。自由だね。時代は自由だね。あー、やっぱルーンのある方向を言ってるってことな。バレてる。
べえ。あ、だからさっきあいつに近づきすぎてたってことだな。わお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 。ぴょん。誰もいませんよ。誰もいません。いない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 。今です。さよなら。バーロー、コナン新一、時々服部平次。ということで、おはようございます。タケル先輩、今来たぜ。セイバイ。アタル、俺のルーンを返して。で、あいつらがこっちに来る前に、オッケー、チャラチャチャ、なんか自分のお金を取り戻しただけなのに、なんかすげえ金持ちになった気分になれるという錯覚。いじめるの大好きっ子ちゃん。元いじめられっ子だからさ。やられた分のやり返す3倍10倍しな。どういうことやねん、日本語なってへんし。いやー、でもああやって働かされる進撃の巨人もいたりするんですね。で、今これはどこに俺は向かってっているんだ。おっ、わお、飛んできた。サボってるやついる？サボリーノ？ぴょーん、ぴょーん。いや、にらめっこしましょう。アップ、プーじゃなくて、おいで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 。1対1なら君には負けないよ。うん、さよっか、チャーシー。戦略ショー。待って待って待って。あいつ、人呼ぶやつだな。せい、落ちろ、さよなら。で、何これ。よく聞け、何を聞いたらいいですか。神だと思う。ああ、いたからか。なるほどな。あそこでお友達がいたんだ。めっちゃ後ろからお友来てるやん。で、あれを見ろ。これ、こいつ。で、苦しみあれ。めっちゃ見てる。呼んでみる。手を振ってみよう。ヘイ。ヘイ。これバレる。バレへんのかい。思いっきり声出しとったけどな。じゃあなんかあそこの廃墟っぽいところに何かないかだけ見ていこうか。ちなみに収録時間がどのくらいなのかな、よくわかんないよ。はぁ、あ、ちょ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 、待って待って待って、やばい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 、なに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 、もうなんか怖いって。これなんか唐突にボスみたいなのが現れて、もう今回ボスみたいな何体あったマジで。おお、毒の粉、毒の粉だし雷を落としてくるし、最強やなあいつ。いや、近づけんわ、無理だわ。もうあの根っこからこそっと行ってやろうかなと思ったけど、とてもじゃないけど無理だろうね、あれはね。あが上からさ、花粉おしべめしべに向かってさ、ズンズズンっつって走ってったらなんか行けたりして、上からとどめ切りってて。ワイチボンジー、あ、これあれだろ、飛び降りて死んだんだ。てかあいつなんで意志あんの、人が近づいて。うわ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 、あ、飛び降りでないよね、飛び降りる必要もないんだろうけど。無理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 、あいつ近づいちゃダメだ。あいつに近づいちゃったら多分最後だ。よし、で素材、でもさ、なんかさ、こっちの方にさ、花なかった今。あれはいけんじゃねえか。うわあ、シュ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 。今どこまで来た、結構来てんな。死んだ、うそ、見てる間に。うわー、ここまで来たのにな。なんかす
げえごっちいのが歩いてんだよな。またここまでルーン取りに来なきゃいけないのかよ。皆さんお付き合わせてしまって申し訳ございません。とりあえずこいつを取りに行けたら一旦ここで区切ろうかね。多分収録時間もそこそこいい感じになってるんではなかろうかという予感がするんだけど、違ったら申し訳ない。仕方があるまい。そんなこともある。おはようございます。さあ行こっか。てか今ルーンゼロなんだったらさ、なんかあれよくわかんないさ、あの騎乗位してるやつボコボコにしてみない？戦ってみてどうなるかっていうのさ、ちょっと試してみようじゃん。行こうか。今の私に恐れるものなどこれっぽっちもない。無作為伸びてる馬ちゃんを私が行く。せい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 、逃げんじゃねえぞ。あれ俺やっちまった？これまでの30分くらいを全て無駄にした？ちょっと一応見てみよう。死んだ。なくなってる。あーそういうことか。じゃあ回収するまで死んじゃいけないっていうことが分かったよ。みんなここまでレベルを上げようと頑張ってきてますけど、ダメでした。だってこっちは行ってもさ、回収するルーンとかも一応あるのか。蓄積されてきたルーンを全部いけるとか。ちょっとちょ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 、あっち行ってる間に、あっち行ってる間に手腕、お金は返ってこないよね。やっちまっただ、完全にやっちまっただ。あー1500くらいやったよな、多分な。やってもうたわ。マジでないぽよだわ。もう鳥すらも切れなくなってるよ、やられすぎて。で、ここ何？降りたら終わる。ああ、仕方あんね。よし。じゃあ、一旦こちらで区切ろうかな。そうね。ちょっとダラダラダラでやられてっても仕方ないから、ちょっと裏の方、裏でとりあえずあのルーンを稼いでからまた次回パートを取りたいと思いますんで、ということでまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。